旗ざ地の概念図。袋工事に面していても、それが十分な幅のある道路として扱われている場合は、旗ざ地には当たらない。旗ざ地は、行動に接する間口が極端に狭く、細長く伸びる敷地の先に、周りを他人の土地に囲まれている袋地があるような形状の土地を指す表現で、土地の形状が旗ざのように見えることから、この名がある。旗ざ敷地。 路地上敷地、敷地延長、不縁の土地などとも呼び、不正形地、変形地の一類型である。都市計画地域や準都市計画区域内において、建築基準法は、建物が建てられる宅地の条件として、2メートル以上の接道間口を義務付けているが、旗座落ちはその要件を過労じて満たすものである。一部の旗座落ちは、 崩壊性以前に建てられた建物が残っているものの、もはや雪道間口が2メートルに満たず、再建築が法的に不可能になっている場合もある。旗ざ落ちは通常の宅地とは異なる特徴がいろいろあり、それが見方によってメリットにもなればデメリットにもなる。旗ざ落ちは本来の住宅敷地として使える袋地の部分の面積のほか、 節道間口からの導入路に当たる部分の面積も、式面積に含まれるため、ぺい率や溶石率の規制があるところでも、比較的高い密度で建物が建てられる。しかしこれは逆に考えれば、計算上の敷地面積の大きさに比べ、実際の住宅敷地として使える袋地だけの範囲では、建物の周囲に余裕ができにくく窮屈になることを意味している。周囲が建て込んでいれば、 日当たりや風通しの上で不利な状況が生じやすく家づくりに工夫が必要になる。住宅の周囲をほとんど臨地との塀などに囲まれ道路からアクセスが不便であることはデメリットとされるが他方では道路に面していない分自動車など道路からの騒音の心配が少ないこと、また子供が小さい家庭では玄関を出てすぐ道路というわけではないので 子供の事故の心配が少ないという見方もある。また、建物の外観にさほど意を払う必要がなく、外観にこだわらなければ、内装の充実に建設資金を回せるという見方もある。周囲の家との間で、互いに生活音が騒音と感じられる恐れも生じやすく、プライバシーの観点から防音に気を使った家づくりが必要になるという見方もある。また、 デメリットがあることから、周辺の通常の宅地に比べ相対的に坪単価が低くなることがあり、買い手からすればこれはメリットになる。一般的な宅地より15%から20%程度安い場合が多いとされる。また、相続税対策として、宅地を分割して相続し、あえて旗ざおちを作ることで評価額を下げるという手法もあるが、後々売却するのであれば、 売却しにくいことがデメリットとなる。雪道間口からの入り口部分、すなわち旗竿の竿に当たる部分を駐車スペースやガレージとするといった活用方法もある。旗竿地では形状によっては工事の際に重機類が使いにくかったり使えない場合もあり、その分工賃がかさむ場合もあるとされる。ありがとうございます。